こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。ドラゴンクエストビルダーズの続きの実況をやっていきたいと思います。ではロロンドの、これは竜王軍との決闘ミッションやっていきましょう。うおー、髪友よ、大変だ。またも魔物の軍勢が町に迫っておる。やはり魔物どもも我らが町の発展ぶりを見て焦っておるようだ。魔物の親玉を倒す準備のためにも、ここは何としても魔物を追い払わねば。ガミ友よ、戦いの準備は良いか？っていうことは魔物の親玉との戦いではないのか。ここで親玉来るのかなと思ったら違ったみたい。まあ鋼の守りの練習かな。さあ来い。あれ、どこに行くの？だから行ったんだって言ってるロッシが。こちょいで。あ、もう全然キンキンキン。燃えろ強すぎる。マジで強すぎるよ、これ。燃えるわ、針だわで。あっという間だね。鉄のサソリの軍団。まあ、鉄のサソリの軍団も、トゲの罠と焼かれる罠で、かわいそうなことになっている感じ。余裕だわ。あ、サソリの角落とした。隊長、あ、あれが隊長。竜王軍隊長。壊してくるか、竜王軍隊長は。ヒットトゲの罠は効いてるぞ。あ、壊すんだ、さすが隊長。危ない。あ、強いわ。かわす。あー、出ないでほしいな。出ないでいいんだよな、ケッパー。ケッパーそこで戦わない方がいいんだよな。あ、でも強い、やばい。 HP ゼロになったらどうなるんだろう。ここのままこうやって通常攻撃で最後とどめに回転切り。あ、ナイスケッパー倒した倒した。よいしょよいしょ。トゲの罠直しとくか。熱っ。ほい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 。熱っ。違う。え、まだ戦ってんの？どこにいんの？あ、そこにいんのか。任せるわ。熱いんだわ。ナイスナイスナイス。緑の扉。また新しいところ行けるんだ。光るねー。これで新しいところへ行けるようになったわけね。なかなかやるな。ロッシュ的には、俺のじいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんもあの城塞に住んでいたんだ。どのくらい前のじいちゃんだったかはもうわかんねえくらい昔の話らしいけど、あの城塞で起こったひでえ話だけは一部でまだ未だに語り継がれてるのさ。魔物を倒すための武器を人間に向けるなんて考えるだけでゾッとするぜ。内乱がやっぱり起きちゃったんだな。あ、新しい人来てる。あ、誰だろう。こんにちは。あら、あらあら、ここは何なの？暖かい光が溢れる素晴らしい場所じゃない。あなた随分と冷めた目ね。いいえ、冷めすぎて逆に熱を持った目だわ。わかってるわよ。今更新顔かってそう思っているんでしょう。まあみんな思ったな。だってそう顔に、いいえ、全身に描き殴ってあると言っていいくらいだわ。ここには建物もあるし人もいる。光もあってとても素敵な場所に見えるけど、住んでいる人たちは随分ピリピリしているみたいね。あ、確かにちょっと派閥ができてるね。特に後ろの人。特にあなたの後ろの人めっちゃ怒ってるよ。でも私はもう歩き疲れてヘトヘトよ。私も今日からここに住まわせてもらうわ。私はチェリコ。何の取り柄もないけれど、空気だけは読める女。よろしくね。空気読めるの本当に大事。いい街じゃないと。さあ、ちょっと。ロッシュパイセンの一言いただきましょうか。あー、でもまたあるか。やっぱロッシュは人が集まりすぎることに心配になってるんだな。女の子がまた来たけど、お、着替えるんだ。着替えるところ映、まあ光でね、光で詳しくは見ない。どんな衣装になるか。あら、え、かわいいじゃん。あ、全然かわいいじゃん。あ、かわいいかわいいかわいい。褐色肌の金髪女子。へえ。ピリンはどう思ってるんだろう。大きな壁が出来上がって、これで街も安心なんだってね。ロロンドが言うように町を強化して強い武器を作るのが大切なのはわかるけど、ロッシが言うようにそのせいで魔物に狙われちゃうのも怖いよね。だけど私が一番心配なのはロロンドとロッシの仲が良くないことなんだ。町の守りも魔物もどっちだっていい。私はみんなで楽しく暮らしたいだけだもん。
ピリンはいい子だった。さてさてさて、鋼の守り、よかったね。ガミ友よ、改めて聞くが、ロシのことをどう思う？何かにつけて人や物を批判したり、暗い話や文句しか言わん。おまけに一日中ダラダラとして町づくりにも協力しようとせんではないか。不満があるのなら町は出ればいいものを。ガミ友、お主の口からピシャリと言ってやれ。本当に仲悪いんだな。どうしたもんかな。この女の子はなんだかおとぎ話で聞いてた話、町ってもっと夢にあふれたところかと思ってたけど、なんだか物騒な壁に囲まれて、物騒というか殺伐としているというか。ところであなたはあの可愛らしい子とどういう関係なのかしら。二人っきりで一つのお部屋で一夜を明かしたような特別な関係なの？あらあら、いいのよ、隠さなくても。ふふ、私は大人の女だもの。後ろで聞かれてた。後ろで聞かれてた。うわぁ、これは本当にあれ、高校の時の部活の顧問の先生が言ってたけど、女が群れるとろくなことがねえって言ってたけど、うわぁ怖いわ。ここはここで怖いわ。じゃあ翔太の依頼聞いてやるか。どこだ翔太。いた。おお、ガミ友さん、よく魔物たちを追い払ってくれました。これは素晴らしい、新しい旅の扉も手に入れたのですね。私もロッシさんから聞きました。やはりメルキドーを滅ぼしたのはゴーレムだと。ということは間違いありません。このメルキドーを支配する魔物こそかつてのこの地の守り神ゴーレムでしょう。ああ、ガミ友さん、ようやくです。ようやく流浪の旅人だった私が皆さんの役にお役に立てる時が来たようです。私は以前旅の途中である発明家に会い、魔法の玉なるものの製法を聞いたのです。この魔法の玉TNT に見えるな、があれば来たるべきゴーレムとの戦いにも役立つでしょう。あなたにその製法を教えます。作り方をひらめいたら形にして見せてください。なるほど、製法を聞いてる。ピカーン。魔法の玉をひらめいた。トラップ、弾ける石の力で大爆発する鉄の玉。なるほど。さあ、ではそれの作り方、こっちか。ないな、こっちか。あった、魔法の玉。爆弾石が必要。爆弾石、今までに取ったことのない素材っていうことは新しいところか。ここを作るんだな。さてと、ここに置くか。青、赤、緑と。ででででんと。あ、ちょっと邪魔なんすよね。ちょっと邪魔なんすよね。ちょっと邪魔なんすよ、そこ。あ、どいたどいた。ほっ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 。これでいいか。扉持ってたかな。あ、あったあったあった。取り出す、1個。で、ここに置いて。三つ股の祠を作った。よし。できたできた。うわ、また来た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 。集まるね、集まるね、集まるね。すごいな。みんな祝福してくれるなら。作った甲斐があるわ。じゃあ旅立ちます。新しい世界へ。お、砂漠か。また砂漠か。爆弾石が必要。ドラゴンクエストで爆弾って名がついたら、爆弾は出てくんのかな。開く。なんだろう。あ、いつものか。導きの玉か。よし、じゃあ置いとこう。ここに。はい。これはまあ、スライムベスはいつも通りの敵か、一撃。草花もね、よく見ていこう。アルミラージは今まで戦ったことある。この鉱石は見たことないかも。大金槌で。うわ、大金槌で来れない。っていうことはウォーハンマーだ。嘘。黒い岩、ウォーハンマーでも壊れないの？マジか。うわ、ショックそれでも壊れない素材が出てきちゃったか。あ、魔法の玉で葉っぱして壊すとか、そういうのもあるのかな。お、なんだなんだなんだ。こっちには洞窟があるよ。
洞窟、こっちか。お、分かれてる。これ壊れないんだもんな。ダメだ。まあ石炭とかはいっぱい拾ってるからいらないけど。うわ、気になるな、これ。これなんだろう。金、銀、銅ってあって、その上だとプラチナとか？ドラクエ風に言うとなんだろう。あ、オリハルコンとかかな、壊れないって言ったら。うわ、超いっぱいあるじゃん。オリハルコンってレアなのかなと思ったけど、まあ、オリハルコンかどうかわかんない。なんだ？爆弾岩！爆弾岩来た！うわ、10、11、勝て！なんだ？目。が、メガンテ使うの？ん、て、ドーン。うわぁ。なんかいっぱい手に入ったけど。あ、もしかしてその爆発を利用してやっぱり、あの掘れない鉱石使うのかな？掘るのかな？スライムか。光線的だね、随分遠くから。なんだこのスライム。いて。あれ？あれなんか強くない？あ、強い。強いわ、このスライム、ちょっと。一撃だったのに。まあ、スライム、所詮はスライムだから、そんなに、苦戦はしないけども、いつものスライムよりかは強いし、なんか、遠くからでも追いかけてくる。集落とかないな、何にも。あ、これで見るか。こっちの方は何にもないな。あ、なんかある。柵に囲まれてる場所もある。そこ行ってみよう。こっちか。あ、なんかいる。僕悪いスライムだよ。お、なんだ？わあ、人間だ。僕はスラタン。君の名前は？ガミ友か。素敵な名前だね。お顔だって凛々しくてかっこいいや。悪いスライムじゃないじゃん。ねえ、ガミ友。実は僕、とっても悪いスライムなんだ。僕、人間のことが大好きで、人間と友達になりたくって、あ、そういう意味で悪い。仲間たちにその話をしたら、僕は竜王様に逆らう悪いスライムだって。それから僕みんなにいじめられて仲間外れにされているんだ。うわー、気をつけて、ガミ友。いつも僕をいじめるスライムたちが来た。お、任せろ。あ、ちょっと回転切りでバシッと決めたかったけど。回転切り、回転切り、はいはい。向かってくるならここで切ってればいいね。ほい、おりゃー、ほい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 、倒した、倒した。すごいや、ガミ友ってとっても強いんだね。友達になっちゃった、スライムと。助けてくれてありがとう。ここは強い魔物も多いから気をつけて。それじゃあ、さようなら、ガミ友。え？ガミ友が作った町があるって。お、スライムを誘うんだ。僕も一緒に住んでもいいの？うわ、本当、本当に本当なんだね。やったー、ありがとう、ガミ友。それじゃあ僕をガミ友の町に連れてって。あ、スライムが仲間になった。やったへー、ちょっとこれはやっぱりドラクエといったらモンスターが仲間になるっていうね。起き上がってこちらを見ているっていうのはなかったけど。いや、嬉しいなー。スラタンなんだね。へー、嬉しい嬉しい。一緒に戦ってくれんのかな、じゃあ。あ、戦いはしないんだ。おー、スライム仲間になったな。でもって、ショーターからの依頼の爆弾石は多分爆弾岩をあれ倒すんだろうな。でも、仲間がいるとちょっと。あ、二段ジャンプもあれか。仲間は乗り越えてこないか。一回、拠点に帰ろうかな。一回帰ります。そうすればスライムも帰ってこれるから一回帰ろう。来た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 。みんなどう反応するかな。ロッシュの反応が気になるけど。うわー、ここが町か。だって
と、へー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 って言ってる。ロシアノーリアクションだな。違う話してる。話す。うわー、すごいや、すごいや。ここがガミ友が作った町なんだね。だけど、僕は魔物だよ。本当にここに住んでもいいの？いいよって言ってんのかな。友達、ガミ友、僕と友達になってくれるの？うわー、ありがとう。ガミ友は本当に優しいんだね。僕、町の人とも仲良くなりたいな。みんなにも話しかけて友達になるんだ。だって、おー、すごい、すごい、すごい。スラタン救助。いや、嬉しいなー。スライムが仲間になった。それ、女子部屋だぞ、そこは。おっさん、女子部屋だぞ、そこ。うわ、すごい。いやいや、通り道だから、みたいな感じで言ってんのかな。なんかやってる女性たちが。これ、絶対仲良くないよね。絶対仲良くないよね。なんか食ってるし。怖いね、怖いね。さてと、ではじゃあもう一回行こうかな。あ、後ろにいるんだ、爆弾員。ほう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 。便利。モンスター探すのも便利だな。ここにいた。じゃ、しょっぱなから、いて。これはあれだな。時間との勝負だな。メガンテ撃つ前にもう切りまくればいいのか。やばい！間に合った！あ、倒した！初めて爆弾石。お、手に入れた。これか。オッケー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 。あ、魔物が強いわ、ほんとだ。上質な毛皮。お、なんだ？あ、鋼の鎧！これ、ここでひらめくか、鋼の鎧を。こっちはなんかあるかな？ちょっと気になるな。ちょっと倒すか。おっと、危ない。危ない危ない危ない。薬草。薬草。ちょっとみんな好戦的だな、ここの人たちは。人じゃないが。よっ。こっちは何かあるのかな。何にもないっぽいな。岩山の上には基本何にもないみたいだな。なんかキメラがいるのわかるけど。っていうことは、じゃあこの間の谷を進んでいけばいいのか。ちょっと鋼の鎧装備してこよう。また帰ろ。上質な毛皮がキー素材だったのか。さて、鋼の鎧。来た。鋼のインゴットに上質な毛皮に紐。なるほどね。内側は柔らかい素材になってるんだ。どれくらい強くなるかな？装備。鋼の鎧。防御力、守備力が26。鉄の鎧が17。あ、じゃあ全然強いね。外す。装備。おー、なんか勇ましくなってるね。鋼の盾も装備して。あ、装備してる？鋼の盾、そういえば。あ、装備してる、装備してる。だいぶ防御力は硬くなったぞ、これで。もう一丁行くぞ。あ、でも待って、今一回帰ってきて、とりあえず魔法の弾は作れるようになったのか。1個あればいいんだもんね。あ、足んない？あ、爆弾石3個か。じゃあ、爆弾岩狩りをしなきゃしょうがないわけだ。オッケー。爆弾岩の葉っぱであれが採掘できるのかやりたいな、この城。あ、いた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 。こいつにターゲットもらって、おい、お前ちょっとこっち来い。こっち来い。こっち来い。ほら。こっち来い。来た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 。で、ここでメガンテ唱えてもらえばいいんだよ。うわ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 。やばい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 。アルミラージが。ちょっとまずいまずいまずい。メガンテ唱えてくんないかな。よいしょ。倒して、こいつと、
多分この場で動かなくなるからここで唱えさせよう。ほいほい、ここで我慢我慢、よし唱えた。逃げられるか、逃げられるのか。よし、メガン結構離れて、どうだ、壊れろ。無傷か、マジか、ダメか、残念よ。ほい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 、あ、やべ、メガンって唱える気か。よし、オッケー、爆弾石2個目。あ、寝てる寝てる時もあるんだね。やっつけよう。おう、貯める時間待ってくんないんだね。やばいやばいやばい、はい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 、あぶねえ、あぶねえ、メガンってギリ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 間に合った、あぶねえ。あれはちょっと死んでたかもしれないな、もしかすると。特に何にもないな、この、そっち行き止まりでしょ、となるとこっち進んでいくみたいだけれども、一応欲しいものは手に入れたから拠点に帰るか。帰る。これで、魔法の玉を作ると。何発作ればいいのかな。結構素材集めるのそこそこ大変だったよ。ショーターが本当に役に立ったね。あ、1個作ると10個できるんだ。おー、10個作った。作ったよ。おー、これはすごい。魔法の玉が完成したのですね。魔法の玉の発案者もこの私も、所詮は物を作る力を奪われた身。今まで魔法の玉を実際に作り出すことはできませんでした。しかし、あなたは伝説のビルダーだ。必ず形にしてくれると信じてましたよ。ガミトモさん、メルキドを支配するゴーレムは必ず来ます。ゴーレムに勝てば、空の闇も晴れる。負ければメルキドは再び滅びるでしょう。来たる戦いの勝利を祈っています。どうかその魔法の玉をお役立てください。そうですね、魔法の玉が20個もあればゴーレムだってきっと。20個か。オッケー、ありがとう。お、で次はピリンの依頼か。なんだろう、また何か持ってきてみたいな感じかな。話す。ねえガミとも、最近なんだかみんなピリピリしてて怖いね。ロロンドに聞いてよ、もうすぐでっかい魔物との戦いがあるんでしょ。私はただみんなで街を作って楽しく暮らしたかっただけなのに、どうしてこんなことになっちゃったのかな。あー、まあ確かにね。ねえガミとも、襲ってくる魔物ってとっても強いんでしょ。あのね、こんな時にわざわざお願いするものじゃないのかもしれないけど、怖い魔物が来ても安心できるように薬草を5つ作って私にくれない。これが私の最後のお願いだよ。よろしくね、ガミとも。最後のお願いって、死なないよね、ピリン。ピリン死なないよね。薬草ぐらいすぐ作れるよ。はい、作った。来た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 。はい。ありがとう、ガミトモ。薬草が5つ集まったんだね。それじゃあ、ガミトモが作った薬草一度私にちょうだい。はい。一度？実は私も2つ作っておいたんだ。これで全部で7つガミトモにあげるね。え？どうしてわざわざ5つ作らせたのかって。だってガミトモはみんなのために部屋や家具や武器を作るのに夢中で、自分のことはいつも後回しでしょ？だから最後の戦いの前にちゃんと自分のための道具を作ってほしかった。いや、いい子だ。本当にいい子だわ、これは。ねえ、ガミトモ、ロロンドが言ってたメルキドシールドっていうのは作れそう？私はいくら悪い魔物でも戦うのは嫌だけど、もしガミトモが作ってくれたこの街を壊されちゃったらすっごく悲しいな。お願い、ガミトモ、この街を作る、守るためにメルキドシールドの作り方を必ず見つけて。お？思いつくの？考えてんのか。え？ひらめいた！魔物の侵入を防ぐとても大きく頑丈な壁。思いついたよ。次は誰がひらめいてんだ？そろそろロロンドの頭の上にクエストマークか。あ、違うんだ。なんだ？メルキドシールド思いついたよ。ぬおお、でかしたぞ、ガミトモ。ついにメルキドシールドの作り方をひらめいたか。これで城塞都市メルキドを復活できる。来たるべき魔物との決戦にも備えられよう。思えばここまで長い道のりだった。メルキド6が読み解けず何度も枕を濡らしたか。そうなんだ。さあ、ガミトモ、いよいよこの時だ。
メルキド6に記載された最強にして最大の防壁メルキドシールドを作り、来たる魔物との決戦に備えるのだ。メルキドシールドを作るための素材は改めてお主に伝えよう。心の準備ができたら我が輩にもう一度声をかけるのだ。マジか。メルキドシールド作って設置したらゴーレムが襲いかかってくるっていうことなのかな。メルキドシールドはここにはないみたいだな。っていうことはあっちかな。あった、メルキドシールド。オリハルコンはないよ。ゴーレム岩ってゴーレム倒さなきゃダメじゃん。今出てきたゴーレムってあれしかいないし、あの石のストーンマンしかいない。ストーンマンに魔法の玉とかぶつけると落とすとか。っていうか魔法の玉集めなきゃいけないもんな、いろいろ。もっとちょっと魔法の玉集めをします。ここはカットにしようかな。じゃあ爆弾岩をいっぱい買ってきます。カット。ていうかむしろオリハルコンがない。これがオリハルコン？一回使ってみるか。ほい、こうやって作るんだ。 TNT だね。壊れた。オリハルコン手に入れた。やっぱこれがオリハルコンだったか。よし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 、分かった分かった分かった。かわして切る。こっから時間との戦い。メーカー危ない。オッケーオッケー。よし、じゃあとここにも魔法の玉。魔法の玉ってあれだっけ、ドラクエ3の新しいところ行くときに使う最初のやつアイテムだっけか。おわ、すげえ手に入ってるけどこれ。めちゃくちゃあるじゃんオリハルコン。ここここら辺かな。よいしょー。うわ、めちゃくちゃあるなここオリハルコン。ドーン。うわ、まだ出るんだ。でも、オリハルコン30個になった。よしよしよし、これはもう帰ろう。で、爆弾石もいっぱい手に入ったんで、よしとします。で、そうだ、ゴーレム岩だ。そうだそうだそうだ、まだだまだまだ。ゴーレム、岩はどっちやの？ゴーレムいたのここだっけ？魔法の玉をガンガン使うのかな？じゃあゴーレムのところまで、カットします。カット。ゴーレムからのレアドロップじゃないね。きっとこいつに魔法の玉だと思うんだけど。ほい。設置。くらえ！ドン！倒した！これか。ゴーレム岩手に入れた。これを3つっていうことだ。魔法の弾めちゃくちゃ使うじゃん。爆弾岩狩りしなきゃしょうがねえな、これは。やった、あのでっかいゴーレム倒した。っていうか、ダメージ107ってすごいな。逃げ切れなかった。やっちまったな、やっちまったな。オリハルコンせっかく集めたのに。わーわーい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 。よし、ゴーレム岩2個目手に入れたよ。いた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 。よし、設置。せーの、ドカーンと。はい、ゴーレム岩3つ手に入れた。さあ帰ろう。オッケー。で、魔法の玉は何個あるかな。20個以上あればいいんだよな。それではメルキドシールド作ります。ほっ、よ
1個なの？どんな感じなんだこのメルキドシールド。とても大きく、だから1個作ればいいと思ってたけど、どれくらい大きいんだろう。うーふーん、囲うぐらいまでいかなそうな。のー、神ともついにメルキドシールドを完成させたのだな。これでもう魔物たちの襲撃を恐れずに済む。あとはこの地の魔物の親玉を倒せば城塞都市メルキドを完全に復活できるのだ。素晴らしすぎるぞ。ブワーハハヌワーハハハ。ぬぬ、こんなものを作ってゴーレムが攻めてこないか心配だったと。うーむ、お主はまだロシの言うザレ言を気にしておるのか。神友よ、我が輩から一つ大切な話がある。この町をさらに発展させるためには町に住む人間はしっかりと選ばねばならん。町の発展の邪魔をする者、皆の気持ちを削ぐ者、町には不要な人間だ。意味することはわかるな、神友よ、よくよく考えておいてくれ。どうなのかな、それはなんか違う気がするけど、ロロンドもちょっとやりすぎな感じは。うおー、何うおー、なななななな、なんだこの地響きは。一体我が輩の町に何が起きようというのだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。